おはようございます。2018年の1月の19日、15時30分です。よろしくお願いします。おはようございます。なんかあれだね、なんか朝生のちょっと古いニュースであれなんだけど、ウーマンラッシュアワー面白かったね。朝生のウーマンラッシュアワーの村本さん、村本、おお、そうそう、一つ、ウーマンラッシュアワーの村なんとかさん、あの人はジョーカーだね。すげえ面白かった。だから宮台真司がその後に出てきて、宮台真司さんが擁護するんだけど、宮台真司がね、なんか久々に熱くなってるのを見てね、結構面白かったなと思って。朝生面白いよね、あの番組は。なんかこう、熱く政治を語る人っていうか、何かを熱く語る人っていいよね。宮台真司さんはでも左翼か。リベラルだもんね。新自由主義だもんね。なんか宮台さんが普通に良かったね。おい、よいこさんいらっしゃい。おはようございます。なんかね、久々にね、宮台さんを見ててね、ああ、言論は熱く語らないとダメだなと思ったね。言論は熱く語らないと。なんか小室直樹さんっていう社会学者がすごい好きなんですよ。で、小室直樹さんの弟子なんですね。宮台真司さんは。なんか小室直樹イズムをね、継承してるなと思って。すごいかっこいいですね。なんかこう、庶民の立場になって社会を変えようっていう。ああ、なんかのんちゃんと連絡取れないんだよね。なんかのんちゃんと喧嘩じゃないけど、もう怒って、
その不機嫌になるんならもう家から出てってっつって、それから連絡取れないね。今日はだから来てないよ。マンスリーランキングどれと並んでる？あ、そうなの？へえ。今確認してみようか。まあまあ、同じぐらいしか稼いでないってことなのかな。見てみようか。マンスリー。本当だ。俺が123位で、ドレさんが124位だから。俺、全く俺と同じぐらいしか稼いでないんだね。いやー、厳しいね。厳しいね。やばいね、ドルさん。いや、俺も稼がないと死ぬぜ、本当に。そうそうそう、死ぬで思い出したんだけど、朝死にかけたんだよ、俺。なんでかわかんないんだけど、呼吸ができなくなっちゃって、起きた瞬間に、なんか痰かなんかが鼻の裏かなんかに詰まって、呼吸が って言って肺に入ってこなくなっちゃって、口呼吸しても、でゴバゴバ吐いて水水道ガーって出したから ってなって やべえやべえやべえと思って、本当に死ぬかと思った。今日の朝ずっとなんかもう何かが喉の裏というか鼻の裏に引っかかって、やーばーと思って、俺こんなところで死ぬのと思って、何だったんだろう。原因がよくわかんないんだけど、乾燥してたからかな。多分ね、部屋の湿度が10%以下になってたから、乾燥してたからか何なのかわかんないんだけど、すげえ苦しかったよ。本当に死ぬかと思った、今日は。稼げないか。まあまあまあ、人のことをね、言う余裕もないし、俺も稼いでねえからな。あ、パンツさん、こんにちは。おはようございます。いやー、大変だよね。本当に。本当に大変だよね。まあでもしょうがないよ。自分で選んだ人生だから。いい思いもたくさんしてんだからね。まあ、で、まあでも悔しさはあるよ。やっぱり生主だから、俺の方がトークうまいのにとか そういうね、悔しさってあるんだよ。閲覧も俺の方が多いのにとかさ、ここまで出かかるよね。言いたかないけど、言いたかないけど、前線でやってるやつが食えないっていうのはもう悔しいよな。もうこれ運だからな。いいリスナーさんと出会うかだけだから、正直言ったら。俺らはもう、だから抱えてるリスナーさんの強さのゲームなんだよ。だからまあ、可愛がられたもん勝ちゲームだよな。まあそれでも、我を通してやってこうとは思ってるけどね。どこまで通用すんのか。はい、たくみさん、ワード2。ああ、でもみんな苦戦してるっぽいな、全体的に。関慎吾もうなちゃんマンもこのランクだもんね。橋本くんとか、香川さんとか。バブルが終わったんだよな。
愛子さんがだってさ、新八丁とうなちゃんマンと香川さんと橋本くんと俺とドレさんよりも愛子さんが稼いでるんだもん。今話し終わったところだわ、安室さん。申し訳ない。なんか気分的に、今話し終わったことを聞かれたら俺もイラッとするから、ごめん、今説明する気分じゃねえよ。世代交代じゃなくて、もうリスナーがバカになってるね。正直言うと。愚民化がどんどん始まってると思うよ。だからもう、要は、本当に面白いものとかよりも、目新しいものにお金を投じたいっていう風に見えるような気がする。ノリの方、要は、モチベーションよりもテンションとかの方の人とかにお金を投げてる気がしてて。正直な話。だからテンション芸の方が、こう儲かりやすくなってるっていうかね。世代交代だとは思わないよ。世代交代だとは。だって、その5年先10年先を見た時に、愛子さんと、じゃあ簡単な話、愛子さんと俺どっちが生き残ってるかっつったら、絶対俺が生き残ってるもん。あんなもう放送になってないもん。だからね、結局ね、これ俺は AKB 商法だと思ってて、韓国のアイドルとかってさ、韓国がいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、韓国のアイドルとかってダンスとか、その歌とか、徹底的に磨くわけですよ。まあ、整形したりして、美貌とかも綺麗にするから、スタイルとか良かったりするんだ。で、AKB の子たち見てみたらわかるけど、いかに素人らしいかなんだよ。歌が下手で、幼稚な感じを出して、別に体型とかもその辺にいるような子たちを使うわけじゃん。だから、綺麗な子とか使わないでしょ。あそこの差だと思ってるんだよね。なんか、こう、新鮮なものはいい。幼いものはいい。俺はそういう風に考えるかな、パンさん。これは、なんだろう、客観的な分析の話ね。そこに価値があるのか、どうなのかっていうのは俺は分かんないな。K-POP は個性ないけどね。なんか中間層なくなってきたね、確かにね。大手か、ぶっ飛んだ大手か、素人かのどっちかになってて、素人の方が稼ぎやすいっていうのはあるんだろうな、多分な。アイカトラマド2
ヘタレンいらっしゃい。いや、本当に新幹線だよ。つらかったよ、今日。まだつえ。あやいか、こんにちは。元気だね。釈迦は元気かもしれないけど、俺が元気ねえよ。釈迦元気だよ。いや、どうしたんだろうね。わかんない。格闘技始めたからイライラしてんのかな。ちょっと俺もよくわかんないんだよね。メンタル不安定だ。イライラすることがすごい多いね。どうしたんだろうね。知らねえよ。メガホンありがとう。知らねえよ。パチンコ負けだとか。そんなん行くお前が悪いんじゃん。知らないよ、全然。てか、あそこはお金を使いに行くところでしょ。負けたっていう発想って勝てると思ってるの。勝ちに行く場所じゃないから。別にイライラしてないよ。イライラしてないけど、なんでお前のパチンコの話聞かないといけないんだよ、俺は。どこの配信見ても怒ってる配信ばっかり。そうそう。そうなんだ。誰が怒ってんの。なんかみんなイライラしてんのかな。金丸さん怒ってんの？なんで怒ってんだろう。怒ってるんだ、金丸さん。1月はみんなイライラするの。1月ってそういう時期なのかな。
いや、俺は知らんよ。知らんよ、そんな。そんな人のことまでわかんないよ。エルミン、こんにちは。おはよう。初見さんいらっしゃい。携帯ね、そうそう、iPhone 6 プラスだね。SE が形は好きかな。 SE が、アップルはね、あれはかっこいいね。四角い感じが好きなんだよね。角張った感じ、別に厚みは全然あってもいいと思ってて、 薄型になってくのはあんま傾向として好きじゃない。いよいよ明日か、スパーリングっていうか原田さんのところ、すげえ緊張する。やだな、やだな、すげえ緊張するな。なんだろう、久々に緊張する。
拳も肌荒でガッサガサだし。このヘッドホンいいよ。でもね、昔のオーディオテクニカのヘッドホンすごい良かったの。俺下の音が出るヘッドホンがすごい好きなんだけど、このヘッドホンね、びっくりしたのがいいヘッドホンなの。ただすっごいクリアサウンドなの。だからオーディオテクニカっぽくないっていうか、なんかソニーっぽいっていうか、もうね、綺麗に聞こえる感じの、どちらかっていうと。だちょっとね、予想してたのと違ったかな。昔オーディオテクニカ下の音がすごい出るヘッドホンだったから。まあでもね、何が改良されたかって、つけ心地がすごい良くなって、ここのパッドの部分がでかくなったの。耳にすっぽり収まって、こう耳の周りをね、こうフィットさせる感じになったから痛くなくなったね。アマゾンに売ってるかな、多分売ってるんじゃないかな、アマゾンに売ってるんじゃないの、多分。オーディオテクニカだったら売ってるでしょ、売ってると思うよ。これはもともとDJ 用に開発された初期のやつで、こういう風に聞いたりとか、そのこうすごい稼働するの。だからこうやって、そう、外音と中音って言うんだけど、外の音と中で作ってる音を瞬時に聞き分けられるように設計されてんの。配信ではあんまり外音っていう概念が存在しないから、外音は聞かないけど、悪くないですよ。使いやすい、まあまあ使いやすいですね。使いやすいっちゃ使いやすいですね。音はやっぱバンでやってたから少しこだわっちゃうかな。音はこだわる方かもしれない。耳痛くなりますね。それはまあヘッドホンしょうがないですね。スピーカーはね、スピーカーの方がおすすめかもしれない。 JBL っていうスピーカーなんだけど、すごいいいですよ。5000円台、5000円か6000円で買えるスピーカーなんだけど、僕もともと JBL のスピーカーがものすごい好きで、これは USB のスピーカーにしてはかなりいい音出ますね。多分ヘッドホン買うよりそっちの方がおすすめかもしれない。 JBL のスピーカー、これは買いでしたね。宮台さんは地上波では見ない。何なんですかね、宮台真司見なくなりましたね。何なんだろう。宮台真司論客としてはすごくいいのに。確かに見ないな。干されたのかな。
でもウーマンラッシュアワーのさ、村本さんだっけ？村なんだっけ？村上さんだっけ？ウーマンラッシュアワーの人、村本さんか。あの人との対談で、そもそも論やってたんだけど、面白かったよ。村本さんか。すげえ面白かったね。クズだのバカだの、あ、言い過ぎだよね。あれは地上波では使えないでしょ。でも本来その日本のコメディアンがさ、その政治に切り込まなくなったっていう、だからまあ村本さんが政治に切り込んでるかっつったら俺はどうかと思うんだけど、でも政治のそのタブーっていうのにトライをしてるわけじゃん。漫才の中でやってるんでしょ実際、だけどそのやっぱりその政治に切り込むんだったら知識は絶対必要だとは思うんだけど、話すんだったら、あと笑いに変えられてるかどうかだよね、それはまあ面白い傾向ではあるなとは思ってるんだけどね、芸人こそ本来政治を語らないといけないもんだと俺は思ってるから。ビートたけしとかもやってるもんね。まあカットされてるだろうけど、なんかそのたけし軍団の人とつながりがある人ってさ、この前そのテレビの業界の人とつながったんだけど、結構たけし軍団のこと聞かせてもらったんだけど、やっぱりすごいらしいね、ビートたけしは、北野たけしは。今でもキレッキレで喋ってるらしいよ。ただもう使えないらしいね、テレビだと。カットカットカットで全然使えるトークがないんだって。ブラックマジシャンさんいらっしゃい。懐かしいな、ブラックマジシャンってブラックマジシャンって遊戯王だよね、主人公がよく使ってたやつだよね。メインで使ってたキャラクターか。なんかこう業界の裏話みたいなのを聞けると面白いよね。遊戯王、全然僕はあれですね、あのマジック・ザ・ギャザリングのデザインが好きで集めてましたけど、一回もデュエルしたことはなかったですね。ただコレクションしちゃって終わった。みんな遊戯王やってて、俺だけギャザを少し前からやってて、デュエリストではないですよデュエリストではないですね僕は。まあでも同級生がやっぱやってたんで、なんだっけ、ブルーアイズドラゴンか、ブルーアイズドラゴンとかブラックマジシャンとか、少し知ってますね。ごめん、そのトーク乗っかれないわ、ジャンルがそっちの畑ではないんで、あのごめんなさいね。あの遊戯王の話したいんだろうけど、俺はその話できないですよ。広げるつもりないですよこの話。もう仲間を見つけてワクワクしてるんだろうけど。青目の白竜、もしあのデュエルの話がしたいんだったら他のところ行ってもらってもいいですか申し訳ない。すごいね、全然知識ないし、その知識入れようと思ってないからごめんね。
いい感じかな。そうかな。すげえ汚いけど。すげえ部屋汚くて。この前、鮫島さん来た時怒られたけどな。部屋かっこよくしたいですね。ちょっと汚すぎるっていうか、物が多すぎてね。昔から収集癖があるから。ちょっと物が増えすぎてて困ってますよ。大変なことになってますね。断捨離ね。断捨離とまで、なんか物に囲まれた生活は好きだからあれなんだけど、いいんだけど、ただ見栄えは良くしないとダメだなと思ってて。なんかこう、自分の部屋の中のテーマが、あれなんですよ。秘密基地とかね、書斎っていうかね、やっぱ男の人だったら全員憧れると思うんだよね。物には囲まれてたいんだけど、綺麗にレイアウトしないとダメだなと思っていて。いろんなものに手出しすぎなんだよな。趣味が多すぎる。もっと綺麗にしないと。まあ、パソコンの機材はね、仕事道具だから整理するつもりは全くないけど、ただ、パソコン棚とかさ、なんかその棚を作っていかないとなぁとは思っていて。ねえ、いや、5年前はね、生活保護で何も所有してなかったのに、こんなに物に囲まれてんのもアホだよな。便所太郎さんの配信部屋とかすげえかっこいいなと思って羨ましく感じるけどね。便所太郎さんの部屋結構好きかもしんない。俺は今32だから若くはないんじゃないの？32でもう人生折り返してるなーっていう感覚はあるよ。もう、だから本当にやりたいことを、こう150個の夢があって、で、一個一個斜線引いてるけど、あと人生半分でどれくらいこのリストできるかなっていう、どれだけやりたいことできるんだろうっていうのは、思うよね。いいよね、部屋ごとに雰囲気変えててね。リビングとかもおしゃれだし。若いかな。折り返しだよね、本当にね。まあだから、まだまだやりたいことやる時期で、40代が男の勝負だと、本勝負だと思ってるけど、もうね、60になったらあと余生だからな。ガチで終わってるのはどれだと思う？なんで終わってんの？俺別にドレさんの生き方否定は一切ないけどね。なんかドレさん嫌いだよね、みんなね。何がそんなに終わってるの？何も終わってるよう、むしろなんか楽しそうに見えるけど。人生の半分、長生きするんだったら、それでも40入ったらもう半分、半分は超えてんじゃないの？これも別にドルさんが人生終わってるとは思わないよ。むしろなんか楽しそうにやってるなぁとは思うけど。まあだけど54歳で配信で生計立てようとしてて、ずっと過疎だったわけでしょ。どうやって生活してたんだっていうのは思うよね。そう、本音で語らないじゃん、あの人って。本音っていうか本当のこと言わないタイプだから、どうやって生活してたんだろうっていう。すごいよな。実家じゃないよ。実家は神奈川県の人でしょ、あの人。もともと横浜生まれとかじゃなかったっけ？ホームレス？いやいや、あそこの部屋で配信してたでしょ。ホームレスじゃないでしょ。変な生き方してるよな。なんか能力がめちゃめちゃ高いのに、あの人すごい高学歴なの知ってる？ノレさんって結構高学歴なんだよ。なんであんな生き方してんだろうっていう。
頭もいいはずなんだよ。お坊ちゃんなのかな。なんか育ちの良さは感じるよね。多分親金持ってんでしょ。生き方が下手なのかな。親金持ってないのかな。どうなんだろう。リンゴ箱ね、俺もあれは気になるね。でも金あるときにさ、こう散財しちゃってさ、パソコンとか買えばよかったのに。世間知らずではないんじゃないの、ドルさんは。スペイン語話せるとか言ってたけど聞いたことない。俺、なんつうの、フォローするわけじゃないんだけど、外人と喋ってんの見たことあるよ、何回か。なんか六本木一緒に歩いてて、なんか外人が通りかかったら、はーいみたいな、パチーンみたいな、なんとかなんとかっつって、英語でずっとやってたよ。英語だかスペイン語だかわかんないけど、まあ外人とコミュニケーションは取れてたよ、5分ぐらい。なんか書類見せて、これこうだよ、こうだよ、みたいな。学歴詐称疑惑はあんの？だからまあなんか嘘をつくタイプではないかなって。物事を隠すタイプなんだよ。嘘つきには世の中には2種類の人間がいて、俺もドルさんも実は同じタイプなんだけど、俺も嘘はつかないんだ。隠すんだよね、情報を。言いたくないことを隠すタイプだね。だってふわっちだけじゃなくて10年ぐらい配信やってるんでしょ？もう長いらしいよ。学歴詐称って何？放送でみんなに言ってんの、学歴は。俺は人から聞いた学歴しか知らないけど、あんまり言いたくないんだろうな。片手間で配信やるほど暇じゃないよ。仕事やってるって言っても、本当に仕事やってるさ、ちゃんとした仕事やってる人だったら配信なんかやらないでしょ。仕事っつっても、なんかアルバイトみたいなことやってるさ、人でしょ。仕事やってるって威張ってる人って。本人学歴言ってないよね、多分ね。いや、だから俺も言わないけど。そうだよね、もったいないさん、いらっしゃい。
遅かったよね、ブレイクね。でも売れないより全然いいんじゃないの。売れたくてみんなやってるわけだからさ。なかなかね、売れるのって難しいと思うよ、配信で。いいことでしょ、売れるのは。そんなこと言ったら俺らだってどんなに若くたって死ぬの待つだけだぜ。でしょ？全員そうでしょ。人生ね、人間として生まれたってことは全員死ぬのを待つ人生だよ。そんなドレさんだけ特別に死ぬわけじゃないから。ああ、いや、それは本当だろうね。体育会系の人っていうのは年齢60代前半とか中盤とかに死ぬから、あんだけ体鍛えてるってことは死ぬと思うよ。あ、それはネタじゃなくてガチね。だから警察官とか自衛官とか寿命短いんだよ。データ取れてるんだよ。もう。そうだね。テロメアっていうのがあって、細胞を再生するときにテロメアっていうのがどんどん減っていくんだけど、テロメアが暴走するとがん細胞になるって言われてるの。で、こう、何て言うのかな、ターンオーバーっていうんだけど、細胞がこう復活するときにテロメアが減っていくわけだから、運動はほどほどがいいって言われてるね。セックスはどうなんだろうな。セックスは程よくした方がいいんじゃないかな。クソチャンピンさんいらっしゃい。強くなってるかどうか不安だね。不安だね。どうなんだろうね。一応明日、ね、出稽古に行くんだけど、原田さんのところに。そこでみんなでね、配信でどれだけ強くなってるのかお披露目はできると思ってるかな。風船ありがとうございます。お腹いっぱいさん。警察官だけどブヨブヨくん。過激な運動は命縮めるだけで多少は大丈夫だろう。相撲取りもまあ早いだろうね。相撲取りも早いと思うよ。
いや、無理でしょう。要は寿命を削ってるってことは、細胞をその死滅させてるってことは。だから運動すればするほど寿命が減ってるの。だから文系と理系っていうのは、理系が長いのかな。一番文系も長いんだけど、寿命70代後半とか83歳だったかな、理系が。だけど体育会系の人が異常に短いの、60代終盤とか。だから運動をやめたらその分長くなるけど、それまでの期間その体痛めつけてるわけだからダメなんだよ、やっぱり。いや、ウォーキングとかがいいらしいよ。要はランニングとかじゃなくて、その体が錆びつかない程度にお散歩するとかウォーキングとかがいいらしい。適度な運動。わお、花火ありがとう。ありがとうございます。クール。ありがとうございます。
幼稚園の音楽じゃなくてね、新宿はね、4時半になると、チャイムが鳴るんですよ。で、あと、小学生が下校の時間になるとね、小学生の下校の時間です。皆さん、見守りをお願いしますっていうアナウンスが流れる。逆に危ねえんじゃねえかと思ってんだけどね。ロリコンたちにさ、お、小学生の下校時間かって教えることになるじゃん。なんだろう。しかもね、なんか新宿の一部のエリアだけとかね、なんか東京でもここが珍しいらしいね。この音楽が流れるっていうのは。で、切なくなるからやめてほしいんだけどね。なんか、毎日毎日ね、平日はね、なんか学校の通ってた記憶みたいなものを思い出すよね。ノスタルジックだよね。そう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 。町内会のスピーカーで流れるの。これは俺が音楽 SE かけてるわけじゃなくて、街中に流れるんだよ。初見さんいらっしゃい。サルさんいらっしゃい。ワドです。よろしくお願いします。シルバー作り終わるのは、実際完成するのは6月をめどに今動いてますね。まだ終わらないと思いますよ。まだまだこれからですね。やっと土台が出来上がってきたかなっていう。おい、カレーをいらっしゃい。お疲れっす。まあこれからっすね。彼女は、家から出てけっつったら 帰ってこなくなっちゃった なんか不機嫌になったから、俺も不機嫌だったから、なんかもう機嫌悪くなって、いや、じゃあ、フェラをしろと。ああ、フェラをしろと。で、フェラをしないと。喧嘩になり。いや、フェラをしなさいと言ったんですけど、
嫌だと、なんだと、なぜしないんだと。そしたら彼女がすごい不機嫌になったので、不機嫌なら帰れと。クズだな俺っていう、まあそうですね、まあそういう最低なエピソードがある。はい、もう2日ぐらい来てないですね。はい、マジマジ連絡も取れないですね。一応メール送ったんですけど、はい、なので、はい、もう来ないかもしれないです。喧嘩っていうか、喧嘩っていうわけじゃないんだけど、うん、俺がね、そのちょっとね、もう帰ってくんねっつって、もうここは僕ん家だぞっつって、フェラーリになれっていうか、俺の方がフェラーリだけどね、うん、バカ10個ありがとう、うん、まあまあしょうがないでしょ、うん、会いたくないんでしょ、うん、性欲強いんですかね、どうなんでしょう、性欲強いのかな。嫌なのよ、機嫌悪い人と一緒にいたくないの。おい、みつけいらっしゃい。あったらやります。いや、わかんないよ、セックスは一人でするもんじゃないから。フェラさせながらゲーム、いや、なんかね、なんだろうね、なんかどっか病気なんだろうね、俺もね、うん。病気なんだと思うよ。ないかな、俺が悪いのかな、やっぱ。いや、俺、フェラをしない女はマナー違反だと思ってるから。前儀の中で自然と持っていくのがマナーでは。いや、だから悪かったよ。ねえ、やめてよ、なんか。なんで俺怒られないといけないの？いや、そういうことがあったっつってんだから。いいじゃない。なんで責めるのよ。別に俺と付き合ってるわけじゃないじゃん、パルちゃん。やめて、詰めないで。
いいじゃん。もう終わった、終わったなら終わったでいいから、俺は。のんちゃん仲良くしてほしいって、俺だって別に仲良くしたいよ。だし俺の交友関係に口出さないでよ。おう、ガチワカメアドツー。嫌なことは嫌と言える関係性はいいよ。いや、嫌なら嫌でいいの。嫌なら嫌でいいの。嫌なら嫌でいいんですよ、別に。ただ、機嫌悪くなるのはもう嫌なの。その、もうピリピリしてんのよ、正直。ピリ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 してて、もうさすがにイラ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 しちゃって。いや、もう、機嫌が悪くなるなら帰ってくれってお願いして、じゃあ帰るよっつって、うん、帰ったね。そっから連絡取れない。いいのよ別に。いいのいいの、人間関係さっぱりしてる方だから。別にいつも言ってるけど、そばにいたい人はそばにいたら大事にするけど、そばにいない人は考えない人だから俺は、しょうがない。俺だって一人の時間大事にしたいし。いや、喧嘩はしてないけどね。喧嘩なのかな、どうなんだろう。喧嘩したつもりはないんだけど、俺はそのイライラしてるんだったら家からその家にいないでっていうお願いはしたの。帰ってって。ただそれで「のんちゃんいないの?」って言われたから「いや2日くらい来てないんだよね」って、「連絡も取れないんだよね」って、まあただそれだけよ。別に深い理由もないし、何もない。別に責められることでもないと思ってるし。お酢を飲んで体柔らかくして一人でできるようになれたらいいね。あ、オートフェラチオはね、何度トライしたことか。何度。オートフェラチオっていう、永久期間って呼ばれてる技なんだけど、それは。体を柔らかくして、自分でフェラをするっていう高度なテクニックなんだけど、俺は無理だったね。うん、何度トライしたことか。永久期間に無理でした。僕は諦めました。あ、でもこれ本当に面白い世界、あ、面白いんだけど、ギリギリ自分の口が届かないところにあるようにできてるんだって、生物って。だから自分でフェラできると結局子孫が途絶えるらしいよ。あ、できるんだできるんだ。でもそれができると彼女がいらなくなるというか、パートナーいらなくなるからダメなんだって。それができないようにできてるんだって。面白いよね。
完全にヨガですよね、あれは。すげえよな。頑張ってやってみます。みつこさんいらっしゃい。できないと思いますよ。本当にそれこそヨガを極めるぐらい腰とか柔らかくしないといけないから。思うんだけど、タフ多才制度って成り立たないのかな。一夫一妻制度ってさ、いつ頃から始まったんだろう。ここ最近でしょ。タフ多才制度を採用した方が少子化とかに貢献できそうな気がするんだけどな。女の人は複数の彼氏欲しいとか思わないの。それが当たり前になったら、なんか別に、なんか揉めないような気はするんだけどな。自分がそのタフ多才したいとかじゃなくて、結構本気で考えてるんだよね。いや、思うよね。なんか俺思わない？なんかタフ多才制度ありだと思うんだよね。一人で十分なんだ。相続とか揉める？っていうか、俺は相続自体が俺は資本主義社会の中で一番ダメな制度だと思ってて、なんで相続をするの？別に自分の子供とか奥さんに財産を引き継がなくていいと思ってて、国に全部返還して国がばらまきゃいいじゃん、国民全員に。浮気や不倫がダメなのか分かんない。俺は別に浮気不倫したいとは思わないけどね。自然の原理としてタフ多才が自然な形だと思う。なんでこういう制度を取ってるんだろう。よくわかんないよね。だってさ、時間軸を変えてさ、浮気をしてるもんだと思うの。振られたから次の人に行くっていうのは、それって時間を変えていろんな人と付き合ってるだけなんじゃないの？っていうふうに考えちゃうんだよな。だから一人をいろんな人とやってるだけであって、だったらマルチタスクした方が幸せになるんじゃないかなと思うんだよね。リアチムいらっしゃい。俺がしたいかどうかは別問題よ。そうじゃなくて社会制度としてうまく回るっていう。あ、いや、俺もそう思うね。クソキョさんと同じで、西洋文化の影響をかなり受けてんじゃないかなと思ってて。そうそうそう、アメリカ追従の考え方だと思ってる。だから日本人に合ってないような気がするんだよね。だ、浮気は悪だって思い込んでるからそうなるんじゃないの？みたいな。刑事事件増えないと思うけどな。増えるのかな？どうなんだろう。女性の権利。いや、違う違う。俺は一夫多妻じゃなくてタフ多妻だから女性にも権利があるんだよ。だからそこは男女平等なの。女の人も、別に複数付き合っていいんじゃないって考えてるの。だ、多分女の人の体の構造的な問題があるんだろうな。その命を1個しか宿せないっていう部分が本能的にあるから、だから多分成り立たないんだと思うんだけど、だから女性を守るための権利だよね、一夫多妻っていうのは。誰の子なのかって問題でしょ。いや、だからその慰謝料っていう考え方もよくわかんないしね。
嫉妬による嫉妬をするっていうのはその根底には浮気とか不倫が悪いことだっていう考え方、それが当たり前だってなったら喧嘩にならないと思う、嫉妬が起こらないと思うっていうのが俺の持論だから、その前提になってる条件の話をしてんのパルちゃん、嫉妬が起きるのはなぜなのかっていう根本問題を話してんのよ。みんなで仲良くスワッピング、スワッピングですよ。だって人生で一回しか人のこと好きにならないって俺嘘だと思うもん。人生で何回も人のこと好きになった方が人生楽しくない？違うのかな？間違ってるかな？まあまあ今でも嫉妬の障害あるからね。大体俺はね、一人の人を一生涯愛し続けるっていうのは無理な制度だと思ってるもん。うん、難しくないそれ。っていうのが自分の考え方なんだけどな。あ、だからその独占欲はダメだと思ってる。やっぱり欲っていうものはいいものではないから、欲自体はやっぱ否定すべきものだと思うよ。だって人間を物として扱ってるから独占したいって考えるの。チョリスいらっしゃい。一部の外国人に多不多彩はあるけど、その中に嫉妬はあるのかな。それが当たり前なら嫉妬する気持ちもなくないそう。俺はそっち派だね。うん、まあまあ難しいだろうね。うん、性病が広がるのは、そこじゃないような気がするんだよな。なんか俺が言ってるのって、ただ単に乱交パーティーしようよとか、そのなんていうの、誰から構わずセックスしようよっていう風に捉えてる人は俺の話の根本を理解してない人だよ。俺は多分その制度がもし採用されたとして、社会的にも一般的にそうなったとしても、俺一人の人を愛するタイプなの。だからそのなんつうの、そこの話をしてるわけじゃないのよレイさん。誰から構わずセックスしていいよねっていう社会を作ろうっていうことを言ってるわけじゃなくて、その一人の人が二人の人を愛することもあるよねっていう話を。そう、欲をコントロールできる人間は少ないと思うよ。でもそうあるべきだと思うけどね。欲をコントロールするように生きるべきだと俺は思う。べき論だねそれは。セックスがスポーツ的にあるべきだとは俺は思わないな。うん、でも江戸時代まで露天風呂裸でみんなで入ってたわけでしょ。別にそこで乱交パーティーとかはなかったわけじゃん。だからその慣習っていうか、社会が当たり前にそれがなっていたら、別にそんなことって起こらないんだよやっぱり。うん、性に対するなんか締め付けが強すぎるような気がすんな。普通になんか、なんだろう、セックスイコール悪いことみたいな風潮もおかしいと思ってるからね。まあ、露天風呂じゃ性欲なんか湧かないよね。いい女ばっかりじゃないからね。すっげえブスもいるから萎えるでしょ。
こんなにね、日本は西文化が世界、西文化世界最先端の国だから、やっぱ世界の西を牽引していく国になってほしいんだよね。日本なんかね、同性愛ももともとね、あったし、修道だっけ。同性愛とはちょっと違うのか、側面として。まあ同性愛だよな、あれは。あと、ロリコン文化だし。イメクラとかあるのとかさ、俺、あれも風俗だと思ってんの。なんだ。耳、なんだ。添い寝デートとかあるじゃん。あれも風俗の一種だと思ってんのね。あれはオタク向けっていうか、セックスが苦手な人向けの風俗だと思ってんの。姫ごとが、ああ、まあまあ、姫ごとは、まあ確かに、まあありだね。俺日本人でさ、女性差別ってあんまり感じないんだけど、感じる？先進国なんかで女性差別が根強い。同性婚も最近やっと認められつつあるよ。日本は牽引できない。日本って女性差別どころか女性にめちゃめちゃ優しい国だと思ってるけど、具合良くないのですか？違うんだよね。朝ね、死にかけたんですよ、アップさん。具合はいいですよ。日本人ってめちゃめちゃレディーファーストだと思うけどな。違うの？そんなことない。俺の勘違い。めちゃめちゃ紳士的な国だと思うんだけど、俺。違うのかな？なんか、女性の人権家みたいな人たちの活動って、女性、なんかね、俺、リスナーに聞くんだけど、女性にも、平等に働く機会よとか唱えてるじゃん、女性が。いや、働きたい人は働けるようになってるじゃんって言って。で、主婦っていいよねって女性リスナーに聞くと、いいって、働きたくないって言うのよ。家で家事やってたいっていう人が大半だから、一部の人が言ってるだけだと思うけど。安倍首相の友達にレイプされると隠蔽されちゃうような国。それってさ、国がどうかっていうよりもさ、女性差別かどうかじゃないじゃん。それは、隠蔽が行われていることが問題なだけであって、それ全体が国体、国の考え方っていうか、そういう国ですっていう風になってるのは別問題だよ、クソ業さん。それは、なんか偏った意見だと思うよ。安倍さんの友達がレイプをして隠蔽した問題と、この国は、なんつうの、女性差別的な国であるっていうのは別問題じゃない？ なんか、違うと思うけど。花火ありがとう。なんかそれは冷静になれてないと思う。匿名さん花火ありがとう。そう。それは女性差別ではなくない？俺も主婦になりたいもん。ガンガン稼ぐキャリアウーマンと結婚して主婦になれるんならそっちの方が良くない？
それだけ国の偉い人たちの意識が低い、女性が軽く見られてるってことじゃない。でもさ、安倍さん、首相の友達にレイプされるって、まず安倍さん関係ないでしょ。友達がレイプしたってことでしょ。で、隠蔽されちゃうっていうかさ、クソ魚さんが知ってるだけで隠蔽されてなくない？国の偉い人たちが意識が低いっていうのは賛成なのよ。で、そこまではクソ魚さん、わかるの。その偉い人たちとか、その上級国民とかがダメになってるっていうのは賛成。全く同意見。ただ、それイコール女性が軽く見られてるってことにはならないと思うよ。なんかそれって冷静な判断ができてなくて、その決めつけでフィルターがかかってる情報の捉え方をしてると思う。それは女性差別問題ではないよ。そうじゃなくて刑事事件で普通にレイプ事件が行われたわけだから、その女性差別じゃなくてただの犯罪事件なのよ。俺からすると。わかる？だからアレルギーを発する問題じゃないと思うよ。女性が差別されてるわけではないから。刑事事件が起こってるんだよ。そこに。しおりさんって誰？チャンメグ、こんばんは。やっと出てきたんだ。あ、今、なんていうのかな、多夫多妻制はいいんじゃないかっていう話をしてて、今、女性差別的な国家だなのかどうかっていうのをクソ魚さんと話してるの。なんか、安倍首相の友達にレイプされたっていうのがもう政治的な、なんつうの、政治的な思惑っつうか、アホな評論家とかが話してるのがもう目に見えてて、安倍首相の事件っぽくしてるじゃん。安倍首相の友達は安倍首相ではないよ。で、それを、なんで、俺その事件今初めて知ったんだけど、クソ魚さん。もう情報の中に書いてあるのに、政治的な思惑にすり替えようとしてるじゃん。それを発言してる女が。女なんでしょ？しおりっていう人が言ってるんでしょ？俺、しおりっていう人誰だか知らないけど、安倍首相の友達にレイプされた女性ジャーナリストと、これ思いっきり政治的な策略じゃん。それはその友達とレイプされたジャーナリストの問題じゃないの。この国が女性差別的かどうかっていうのは全然関係ない話だよ。国の話と個人間で起こってるレイプ事件の話を一緒にしたらダメだよ。それはアレルギー出しすぎだよ、クソゲさん。それは思考力が足りない。考えてない。な、洗脳されちゃうよ。ジュナさん、こんばんは。ここで詳しくせ、いや、全然やろうやろうやろう。置いとくの。いや、ダメだよ、そういう、置いとくとか。ちゃんと自分の思考を整理してぶつけないと。しおりさんの事件はそんな個人間の問題とかに収まらない司法の問題。いや、じゃあ続けようよ。いや、興味はない。安倍さん関係ないよね。そう、俺が言ってんのそこだし、それは、この日本っていう国が女性が差別されてるっていうのと問題はない、関連性は今のところ俺は見えないとは思ってるけど。で、自分で投げかけた議論だから、やっぱ最後まで収拾つけないと、
なんかそのダメだよ、ここで話す問題ではないじゃなくて、だったら最初から投げかけるべきではない問題だから。そう、一人のジャーナリストがレイプされた事件が、なんでそのこの国はこういう国であるっていうのかはわからないの、俺は。ググってみてじゃなくて、その反論はしないとダメよ、議論を持ちかけるんだったら。そう、安倍さんの友達、安倍さんの友達って言ってるけど、事件なんだから、その人の名前を出してやるべきだと思うよ。例えば、俺の友達のどれの深夜食堂さんが香典泥棒をしました。配信会はダメだなっていう話に聞こえんの。和道の友達のどれさんは香典泥棒だ。配信会全員ダメだな、この配信会は。ええー、みたいな。みたいな。それ関係なくない？配信会みたいな。で、友達って何？みたいな。そうそうそう。タバコの吸い方？ちょっとよく意味が分かんないね、カスピン質問が。普通に吸ってるよ。いや、ただの迷惑だよね。安倍さん関係ないしね、全く。そう。しかもジャーナリストだから、もう思いっきりハニトロじゃん、これ。だからリテラシーが低いだけだと思うの。そう。 それも言おうと思ったんだよね。思いっきりハニトロじゃん。だし、本当にレイプされたかどうかっていうのは、警察が判断することでしょ。で、隠蔽したっていうのは誰が隠蔽したの？すべてのレイプ事件を世の中に公表しないとしたら、レイプ被害者が大変なことになるの。でしょ？誰がどう隠蔽したの？クソ業さん。ちゃんと責任取ってよ。そこまで持論を展開するんなら。誰が隠蔽したの？レイプ被害者が、何なの？誰が隠蔽をしたって言いたいの？個人間で起こったさ、刑事事件をさ、世に広めなければいけないっていうのは、俺は別にそう思わないよ。ただニュースバリューがなかっただけだと思うけど。酔っ払ったらホテルに連れ込まれたんだよ。ホテルに連れ込まれたっていうのは解釈の問題じゃん。酔っ払ってホテルに行ったら和解だよ。それがどこが刑事事件なの？ まず酒飲むなって話だし、ジャーナリストが。相手が誰なのかは知らないけど。それは女性差別と何の関係もなくて。酔っ払ってホテルに連れ込まれるジャーナリストってどうなの？っていう話じゃないの。で、それが本当にレイプ事件なの？それって逃げじゃないの、クソ業さん。事件に興味がないって失礼な態度だよ。俺ここまで関心を示してるのに、自分から話題を上げておいて都合が悪くなったら落ちるっていうのは議論をする態度ですか、クソ業さん。あなたが持ちかけた議論で、俺こんだけ関心があって、こんだけ問いかけをしてるわけですよ。それで事件に興味がないならって、
失礼な態度じゃないですか。人と話をする態度ですか、あなたの態度って。あなたが持ちかけて議論をして全力で逃げだよ。それはあなたが振った話なんだよ。で、俺はこんだけ関心を示してこれだけ話そうよって言っていろんな問いかけをしたのに、俺の問いかけには一つも捉えずに、で答えずに、なんで逃げるの。それは人と話をする態度ではなくないですか。俺尖ったこと言ってないと思うよ。一般的に普通の人が普通に見たらこうなるよねっていう話をしてるわけだよ。そう、なんで隠蔽になるの。それがなんで女性差別につながるの。なんでこの国のレベルが低いって話になるの。安倍さんとなんで関係あるのっていう、この4つの問題を一つも答えてくれなかったんだよ、クソ魚さん。俺はクソ魚さんの振った話に対して意見を全部言ってるよ。自分の言いたいことだけ言って都合が悪くなると議論をしないっていうのは、でしかも相手に対して興味がないんですねって、どういう態度、おかしくないですか。皆さんどう思います。僕興味ないように見えた。俺間違ったこと言った。それはおかしくないですか。ちょっと違うでしょそれは。いや、まあ在日とか決めつけは違うと思うよ。そうじゃなくて、その別に在日でもいい人も悪い人もいると思うし、俺は在日差別だと思ってるから。それはねえ、ちょっと変だよね。これはそういう決めつけは良くないよ。在日だろうとか、そうじゃなくて議論をするとか、その考えを振って俺は受けて立ってるわけだから、それは人と議論する態度じゃないでしょ。なんで俺の問いには一つも答えてくんねえんだよ。ねえ、質問投げかけてるし俺は答えてるじゃんね。で俺答え、そのクソ魚さんの返答を一つも聞いてないんだぜ。いや、いいよ。だから構わないよって言ってるじゃん。いや、だからこういう風にググってって言ったら俺ググるから。
しおりさん、伊藤しおりさん、ブラックボックス、山口なんとかさんでググって事件の詳細をまず見てみて。被害者と被疑者だから。男だけ呼び捨て。はい、ハートありがとう。ハートじゃない。風船あり、違う。花火ありがとう。ういっすー。匿名さん、ありがとうねー。ういっすういっすー。山口、じゃあ山口、伊藤詩織さんの事件。去年の11月？メール、ジャーナリスト、詩織さん乱暴事件。で、山口幸典さんっていう人、出身校、最初慶応、所属 TBS の人。TBS 入社以降、事件を取り上げてきた。ジャーナリスト同士ってことね。ジャーナリスト同士。27歳のジャーナリスト。ほうほうほう。海外のジャーナリストなのね、しおりさんは。飲食店に入って途中から記憶を失った。私はデートドラッグを入れられたんだと思っています。体に痛みを感じて目覚めた。あの人が私の体の上に乗っている状態だった。逮捕状が、ところが逮捕直前になり、逮捕状の執行は取りやめになったと。内容的に被疑者と関係があったことを否定していませんが、法に触れるようなことではなかった。3点。私は法に触れることは一切していない。逮捕も起訴もされていない。OK。事件は分かったよ。いや、いいよ。いや、そこは謝らない。そこは否定してなくて、むしろありがたいと思ってるから。で、俺は事件思った通りだったの。今見た。調べた。これと女性差別どう関係あるの？安倍さんの友達って安倍さんが関係ないじゃん。だから答えてよ。俺も答えた。事件も把握した。クソギョさんの言う通り関心を持った。あなたが答える番です。安倍さんとどう関係あるんですか？これが日本っていう国が女性差別的であるっていうソースにはなってませんと僕は考えます。そのことについて答えてよ。安倍さんとどう関係あるの？これが女性、この国が女性差別的な国家であるっていうことどう関係あるの？答えて。これはただの一個の個人的に起こった一事件です。あともう一つ、隠蔽されてません。報道されてる、ネットに情報が載ってます。この3つ答えてよ。俺こんだけ付き合ったんだから。安倍さん関係ない。この国が女性差別ってあるような、ことにもなってない。女性差別問題何の関係もない。1個の個人のレイプ事件です。で、起訴もされてません。逮捕もされてません。どうなの？答えてよ。別に思った通りの事件だったよ。調べたけど。で、この国が女性差別的なさ、問題だっていうこととどう関係あんの、この事件。1個から行こうか。安倍さん関係ないよね。安倍さん関係なくない？山口さんが偉い人だから逮捕が取りやめになった。はい、わかりました。山口さんがレイプされた人だってことになったら困るから。それはわかる。消えたコメント。それはわかるんだよ。それと女性差別は関係ない。権力者がもみ消したってことでしょ、ソギョさんが言いたいことは。それは、そうなのかどうかもわからない情報じゃん。そうなんじゃないのっていう疑惑が持ってる状態だから、断定的に話すべきではないと思ってるの。あ、いいよ、いいよ。
待って、誤字と NG ワードで全然、ちょっと待って、NG ワードなんてないよ。今見えてたからみんな。なんでそういうさ、語弊があること言うの？ NG ワードで全然コメント打てないって NG ワードなんかないじゃん。なんでそういうこと言うの？だから、権力者がもみ消したっていう解釈でしょ？それはあなたの感想じゃないですか、クソギョさんの。権力者でも、だって、その、山口さんっていう人は別に刑事的なこともないっていうコメントを出してるわけだから。で、権力者がもみ消したっていうのはあなたの感想なんですよ。レイプが起こってないっていう判断を警察がしたっていう事件なの。わかる？で、これは権力者がもみ消したんだっていうのはクソギョさんの感想なの。で、まずそれが1点目。で、権力者がもみ消したっていうことであるとするなら、それが女性差別と何の関係があるの？これ男性と女性の関係の話じゃなくない？っていうことを俺は言ってんの。だから、しかもそれを大きく広げて、この国は女性に差別的な国家だっていう前提の話をしてた時に、こういう事例があるからっていうソースをして出したんだよ。クソギョさん。わかる？だから、その、関連性はないでしょっていうことを俺は言ってんの。これは女性の人権が踏みにじられた事件ではないですよ。まず事件でもないですから。しおりさんが嘘ついててハニトラだった可能性の方が高いと。違う。違う。それは勝手な解釈。俺が言ってるのはこうです。俺らは警察官ではありません。俺らは誰かの、ね、この人は罪があるっていうふうに確定するのは裁判所だって、調べることをするのは警察なんですよ。だから俺らが、感想を言う場所ではないの。感想を言うべきではないの。だったらクソギョさんはなぜこれが権力者がもみ消したっていうことを断定的に言えるのか教えて。司法が正しいじゃなくて、司法が決める機関なの。この国は法治国家なの。だから俺の感想なんかいらないの。俺らは当事者じゃないから。で、クソギョさんは逆になぜ権力者がもみ消した事件だっていうふうに思い込んでるのかが俺は不思議なの。わかる？他の人分かってたら手挙げて。俺が言ってること理解できてる？他の人は。分かるよね？理解できるよね？大丈夫？分かんない人がいたらもう一回説明するから。多分みんな分かってるよ、クソギョさん。分かってるよね？大丈夫だよね？司法が正しいとかじゃなくて、捜査をするのは警察機関。罪があったかどうかを決めるのは裁判所っていうのがこの国のルールなの。そう。で、クソギョさんがね、権力者がもみ消したっていう風に決めつけてるのはどうしてなのかを聞いてんの、俺は。そう。だけど、さっきから言ってるけど、あと俺が話したいのはそこじゃない。まず、安倍さんとどう関係があるのか。この事件がもしあなたの言う通りだった場合、なぜ日本っていう国家が女性に厳しい国なのかっていうのと、この事件っていうのが関連性がないっていうこと。ね。この辺の質問に答えてっていう。他の人にレイプされた女性と違って、権力者にレイプされたら、しおりさんの訴えは聞いてもらえなかった。聞いてもらってるじゃん。俺らが調べられてるんだから。届いてるじゃん。聞いてもらえてるじゃん。しおりさんはレイプされたんだって、薬もらえたんだと思いますって情報俺に届いたじゃん。聞いてもらえてるじゃん。山口さんの意見も届いてる。しおりさんの意見も届いてるじゃん。聞いてもらえなかったってどういうこと？聞いてもらってるじゃん。アンコロさんいらっしゃい。女性差別問題。訴え聞いてもらえなかった。誰に聞いてもらえなかったの？それは別問題でしょ。女性差別の女性だから聞いてもらえなかったんじゃなくて、権力のない人だったから聞いてもらえなかったっていうのだったらわかるの。さっきもわかるよって言ったのは。それは俺らに訴えるべきじゃなくて、警察に取り調べをちゃんとしてくださいとか、裁判ちゃんとやってくださいっていう活動にするべきじゃない？うん。そうでしょ？違う？だから女性差別問題とは関係ないのよ、これ。
結論出たよね。もういいですか。結論出たよね。しおりさんの訴えは聞いてもらえてると思うよ。少なくとも俺には届いてるよ。だから俺の質問に答えてよ。もしじゃあ仮にレイプ事件が本当にあったと仮定します。でももみ消されました。女性差別につながるの？それってただ権力者ってずるいねって話でしょ。議論できる準備ができていなかったんじゃなくて、間違ってたってことは認めようよ。議論をしたところでね、俺だって議論してる準備なんかしてないよ。あなたよりも情報が少なくて、俺あなたからクソギョさんから振られて初めて知った事件だよ。しかも関心がないって言われて調べたぐらいでコメントできてるわけよ。だから冷静に判断できてないのよ、クソギョさん。物事を正確に捉えられてないの。そこは認めようよ、関係ない事件だったって。まあいいや、別に俺クソギョさん嫌いなわけでもなんでもないよ。クソギョさんを否定したいわけでもないのよ。事実は事実として正しく認識できるところから議論がスタートじゃないのっていう話をしてるの。人と会話をするときに情報を正しく取ろうよっていう。で、実際刑事事件にもなってないわけですよ。で、その刑事事件になってないからこれは陰謀論で消されたんだっていうのは都市伝説の話だよ。認識の段階ってどういうこと？認識の段階ってどういうこと？米差別って何？米差別って何だろう？わかんないよ。クソギョさんがしおりさんと友達でもっと深い情報を持ってると、もう絶対にこれはレイプされてるんだっていう証拠があるんだったら、クソギョさんは警察に証拠を提出するべきだと思うのっていう議論だったらわかる、でも認識の段階ですれ違ってるって、認識を正しくできてませんで、できてないんじゃないですかっていうことを俺は言ってんのよ。安倍さん関係ないし、で事件が広まらなければいけないっていうのは俺はおかしいと思ってんのね。それ隠蔽されたわけではないから、安倍さん全く関係なかったね。安倍さんの友達だったっていう。権力者がレイプをもみ消したということは、権力者が女性差別を容認してるということなんだよ。違います。じゃあ女性の権力者が男性、要は男の子にレイプしましたと、まあ考えづらいかもしれないけど、でその事件がもみ消されたとして男性差別だってなる？それは一方的な被害妄想でしょ。議論がずれてるでしょ。しなくて、権力者が一般市民に事件を犯した時にもみ消されました、いけないことですよねって言うんだったら俺は話を聞く。だけど被害者が女性だからって全部が女性差別だっていうふうにはならないでしょ。そう思わない？みんなどうすか？この事件が女性差別問題、日本っていう国が女性差別国家だっていう風に考える？俺は考えないよ。俺は少なくとも女性に寛容な国ではあると思うよ。ていうか、その女性差別問題と何の関係もないよ、これ。はっきり言って。
そう。とんでも理論すぎて腐って うん。いや、俺もそう思う。ドギーマンさんと同じ意見。私がここで話しても良い影響にならないっていう判断をするんだったら、最初からさ、この事件を話すべきではないよ。まあまあ、今日ここまででいいと思います。はい。ありがとうございました。事件が誤認はしてないと思うよ、別に。で、クソギョさん勘違いしてるけど、俺この事件の真相が知りたいわけじゃなくて、この国は女性差別国家なのかが主題だからずれてるんだよ。クソギョさん、もしね、話をするんだったら、この国が女性差別的な国家であるっていうポジションに立ったのがクソギョさんなの。だからこの事件の詳細をいくら掘り下げたところで結論変わらないから、この国がどう女性差別的な国家なのか、要は他の国と比べて、他の国では雇用率がこれくらい、収入、男性と収入の格差がこれくらいっていうデータを俺だったら集める。俺がクソギョさんのポジションだったらそういうデータを集める。WHO の発表ではこうでこうで、日本っていうのはこれくらい雇用が少なくて、その上で議論しよう。その上で議論しよう。それだったらそれで俺反論できるから。この事件がレイプだったかどうなのか俺は関心がない。なんでかっていうと、この事件を追っかけたところ女性差別につながらないっていうのが俺の結論だから。でも、もしそれでもクソギョさんがこの事件の真相っていうのをソースを集めて言うと、ほらね、和道、実は女性差別につながってるんだよっていう論法が使えるのであれば、ソースを集めてきてください。OK ですか？アロイス、こんばんは。多分俺もそう思う。そぼろさんと同じだと思う。そう。要は自分の、その女性が差別されている前提で情報を集めてるから、フィルターがかかってると思う。いいこと言うね、みのむさん。俺はね、レディーファーストそのものが女性差別だと思ってるから。表沙汰にされ、差別的なことをされても、表沙汰にされてなくなら怖いですよね。あのね、もう一回言いますね、クソギョさん。何回も説明してるけど、表沙汰になってるの。今、この議題が出てきてる時点で、クソギョさん、しおりさんと友達ではないですよね。山口さんと友達ではないですよね。安倍さんとも友達でもないですよね。全く他人の僕らがこれを知ってる時点で、認識できてる時点で、表沙汰になってるの。事実なの、これは。表沙汰になってます。はい。以上です。はい。なってます。それが表沙汰になってない、差別されてるっていうのは、クソ魚さんの感想なの。軽薄だとは思いません。楽しかったです。ただ、クソ魚さん、議論楽しかったの、俺は。ただ、負け惜しみ的なことを言うのはやめよう。事実は認めよう。俺も認めるところは認める人だから。表沙汰になってます。これは事実です。はい。私は女だけど、その差別とやらで女も甘い汁吸ってる部分はあると思うので、そこを利用できてないと、ただの女性差別なんたらわーわー。そう、アレルギーっていうのが俺は大嫌いなの。俺は右でも左でもとか、右とか左とか、右、左、韓国人差別、女性差別、原発反対とか、俺すっげえくだらないことばっかりやってると思ってんの。議論をしてる人間の中で。ちゃんと情報を正しく取ろうよっていう、原発の問題も、在日の問題も、ブラック差別問題も。情報を正しく手に入れないと、騙されるの、力を持ってる人に。リテラシーが低すぎる。そういうこと、アムロレイさん。そういうこと。俺は、女性専用車両であったりとか、レディースデーとか男性差別だと思ってる。こういう事件になるからフェラ一人で頑張るね、つって。いや、だから、だからのんちゃんが俺にフェラしなかったのは、
差別ですよ。もともとのこの話題のことの発端っていうのは、のんちゃんが俺のことをフェラをしてくれなくてね、始まってるわけだから、だから男性差別だと思いません？皆さん、皆さん男性差別ですよね。フェラしてもらえないんだもん。どう思う？のんちゃんがフェラしてくれないからここまでなったんだから、男性差別でしょ。そう、話のスタートはここだから、見直した？ありがとう。いや、そういう、そのもう本当にこの議題のスタートはここだから、飛躍してるんだよ。すごいでしょ。彼女がフェラしてくれなくて喧嘩した話から、あの日本の国家の女性差別に対して憂うこの放送、すごいでしょ。ワールドワイドだから、そう、一つのフェラ一つでね、日本国家を動かそうとしてるからね。途中から聞いてる人はなんでこんなことになってんのと思うかもしれないけど、いや俺クンニッソだから、クンに全然するよ、俺クンにしてって断らな、言われたら断らない男だから。世の中女性の方が強い家が多いよね、身近でも。どうなんだろうな、俺は女性の方が根本的に強いと思ってるし、女性の方が優れた生物であるっていう風に考えてるかな、個人的なことを言ったら。これは個人的な感想ね。うん、じゃあフェラする気分じゃなかった、そう。メガホンありがとう。おお、30個もありがとう。アイテムありがとうございます。まあ、そういう時もあるでしょ。ただ、それで機嫌を悪くされたら嫌なのよ。クンにはしてほしいけど、フェラ してくださいなんて、俺、最低な女だと思うよ。絶対付き合わないわ、そんな女。絶対嫌だわ。最低だわ。じゃあ別にフェラしないならしないでいいと思うの、俺は。ただ機嫌が悪くなるのは違くない？そう、それは困っちゃうでしょ。頑張って放置するんだ。あ、素晴らしいですね。じゃあ元を正せばね、便所太郎さんが悪いんだよ。捨て頃に出させてあげるよって言ってくれた。もう簡単に言うと、放送終わりました、疲れてます、寝てました、2時間寝るねと。ただ寝れないと、フェラしてくれと。ただ残り30分になったの、1時間半寝て。もうフェラの押し問答ですよ、1時間半、フェラをするかしないのか。でもう30分しかないと、フェラはできないと、のんちゃんの主張は。ただ俺逆の発想だと、サンドバッグが叩けないと、こんなムラムラした気持ちでサンドバッグを叩くことはできないと。頼むと、あのすっきりしないとダメなんだと。いやでものんちゃんは違うと、サンドバッグを叩いた後にするのが筋だと。言ってこいと。だから便所さんが悪いんだよ、捨て頃に俺を出場させて、出場する機会を設けてくれた便所さんのせいだよ。でもっと言うなら佐野が悪い、そう、フェラフェラ問答ですね。いやしょうもなくないでしょ、すごく大事な問題だよ俺としては、なんかあと、そのなんかどっかの統計データで3日に1回オナニーをするらしいの、男性の平均はっていうデータを聞いた時に、女性がドン引きしたっていう
3日に1回オナニーしてんの気持ち悪いみたいな、やりすぎでしょうって言ったけど、あれ平均値で、ほとんどの男性っていうのは毎日オナニーしてるんですよ。毎日してるの。ただ平均値の怖いところっていうのはもっと多いの。女性が思ってるより。ただ、オナニーを全くしない男、30年間オナニー全くしてませんみたいな男がいるから、平均値がこう揺らぐのよ。広くなるの。だから、収入の格差世帯とかもさ、平均収入は30代は何百万持ってますよとか、貯金いくら持ってますよとかあるじゃん。あれはとんでもない金持ちとかいるから平均が伸びちゃうのよ。一般庶民は200万しか稼げてないとかなの。もっとちゃんとデータを見ようっていう。サキフェラわかるよね。でしょう、毎日ですよって。プレイとして何でも 楽しむから いや、聞いてないし朝起こしてもらう時のフェラは義務化した方がいいと思います。あ、モーニングフェラはね、いい彼女ですね。それはできる子ですね。モーニングフェラを自主的にする子は天使って呼ぶようにしてますね。僕はエンジェル、エンジョ 私も旦那が帰ってきたら襲っちゃおう。あ、エンジェル、エンジェルだね。あ、ありがとうございます、ソウルフレンさん。でも、なんだろうな。男の性と女の性は違うからね。これ女性差別の話にちょっと戻るんだけど、女性差別なのか、区別なのかっていう話で、女性と男性は根本的に役割が違うんですよ。ね。子供を作ることができる。生命として、生物として最も尊いことができるのは女性なんです。だから僕は女性が優れている生き物だって言ってんの。で、それが、素晴らしいことでしょ？子育てができたりとか、男にはできないの。で、男はその代わり働くことに筋力があったりとか、まあ、頭の回転論理的だったりとか、女性よりもね。だから、稼ぐ能力っていうのは女性よりも多いわけですよ。で、収入っていうのは必然的に男性の方が多くなってしまいますよ。これが差別ですか？生涯年収3年間子育てする期間、産む期間とか3年間、5年間で働けないんですよ。生涯年収下がりますよ。で、皆さんが今度会社の経営者の立場になってください。3年間、5年間がブランクある人と、ね、普通に何年間も勤めてる人、どっちの給料高いと思いますか？これ差別ですか？差別ではないですよね。みんなが経営者だったら同じ判断をするはずなんですよ。でも、5年間のブランクがあってもさらに優秀なスキルがあるのであれば、給料高く払いますよ。差別ではないですよね。っていうのが俺の考えなの。これは。だからもう、倫理とか道徳とか、そういうものがぐちゃぐちゃになってたから、何でもかんでも同じ機会を与える平等平等、みんな同じ給料、みんな同じ賃金って、変な左翼思想が広まってるから、こんな浅はかな考え方をするようになってるの。俺は学生ではないですけど、毎日オナニーはしますけど、僕はなんなら1日3回ぐらいしますけど。いや、毎日しますよね。だから、僕、オナニストなんですとかいうやつ見ると、ふ って思うの。俺、オナニスタなの。わかる？もっと上位概念だから。皆さんもね、オナニスタを
こう名乗れるように頑張ってください。日本オナニスタ協会会長ですから。かっけーっつって かっこいいでしょ。オナニスになれない。え、女性でもオナニー結構すると思ってるけどな。俺はね、彼女いない時、ほら、女性の部屋とかに上がって、タンスを開けて、クローゼット開けて、一番上の可愛い箱を開けるの好きだよ。あるでしょ？ガチャって開けたところの、一人暮らしの女性に、上の方に箱があるの。あれはパンドラの箱って呼んでるんだけど、あれを、なんであれを開けたいかっていうと、ガチャって開けて、何してんの？って言って、俺が箱をすぐ見つけて、こうやってやった時に、やめてーっていう、女性のリアクションが好きなの。それだけはやめて、その箱には触らないで。なぜだい？答えはわかってるけどね。なぜだい？ 僕は君のすべてを知りたい。つって、その箱をこう。あの箱は素敵だよね。知的なやりとり。そう。駆け引き。イルカさんおはようございます。昨今では役職に女性を当てる割合を制度化する話まで出てきてるありさま。でもね、実を言うと、女性が働く会社は、伸びるっていうデータは出てます。だから女性を積極的に採用する会社っていうのは実はいいんですよ。なんでかわかる？女の人がいた方が男は仕事頑張るから、見え張るでしょ、男って。だから、実は効率化するんですよ。男女の比率が高い方が、伸びやすい。窓に飾ってた？ すげえな。多分、ローターじゃないだろうね。飾れないから。ディルドだろう。ディルドじゃないか。バイブだろうね。業種にもよるよ。もちろん。もちろん、もちろん。オナに見てもらわないと興奮しない。引くわ。引くわ。変態だな。山崎邦正じゃなくて、ココリコの遠藤のオナニーがすごいの知ってる？ココリコの遠藤ってオナニー伝説持ってるの知ってる？めちゃくちゃ面白いよ。紹介しましょうか。俺は師匠って呼んでるんだけど、ココリコ、遠藤、オナニー。ココリコ、遠藤、オナニーで検索すると思わなかったね。じゃあ紹介していきましょうか。ちょっとね、ちゃんと下調べしてないから、これが当たりの情報かどうかわかんないんだけど、ちょっと待ってね。これか。デビューする前の痛すぎる。無類の天下好き。いろんな箇所に置かれていて、テレビの横とかに置かれていてもおかしくないんです。あれはインテリアになるんですよ。玄関先に置かれてても大丈夫なんです。いい感じに見えるんです。基本女性と浮いた話はないですね。天下で抜いちゃって。今日も11時半に天下ってましたよ。なんだろう。性癖について極楽とんぼを加藤に突っ込まれる。お尻の方はもともと何かを挿入してやることは好きだったんですよ。加藤は、僕と遠藤さんが一緒に隣同士で住んでた時は、お尻にドラムスティックをぶち込んでましたもんね。すごいでしょ？ドラムスティック。今まで5ミニをぶち込んだりとはしてたんですけどね。飲んだ後の瓶を入れてたんです。エコの時代ですからね。でも結局入れる時はテンションが上がってるから良いんですけど、もろもろ終わった後はテンション下がってるわけですから、抜く時すごい痛いししんどいんですよ。遠藤いいでしょ？普通の氷があるじゃないですか。その氷を冷凍庫から取り出して何個かお尻に入れるんですよ。それでもろもろ終わった後に、もろもろ終わったって言い方がいいよね。温めの湯船にチャポンと入ればいいんです。抜かなくていいんですよ。中で勝手に溶けていくんです。何のストレスも感じませんよ。
ただ何個か入れてからにしないと次の日はお腹を下してしまいますよ。何回か慣れてからにしないと次の日はお腹を下してしまいますよ。冷えすぎてしまって。だからまずはお湯を張っておいて、天下を片手に氷も取り出しておいて、何個かお尻の穴に入れて始めるんです。氷の角は前歯でかじっておくと良いんです。右手から天下、左手に氷です。その状態で天下を動かしながら前歯で氷をかじってお尻に入れます。氷は4、5個入れます。 やってる最中としては BGM として生き物係をかけてます。テンションを高めてくれるんです。でも EXILE とかは違いますね。 すごいでしょ。38歳なんですけど、1日に3回はやってますけどね。久々に当たりの DVD があって、それはもうパッケージ見るだけでもう興奮しちゃうくらいなんですけどね。その内容はキスがすごい上手い女性の DVD なんですけど、僕はキスがすごい好きなんです。これ調べてみて、みんな。遠藤章造がオナに語るともう日本一だから。そう。この人はマスターだから。すごいでしょ？面白いでしょ？遠藤章造のね、松本人志が尊敬してるぐらいだから。旦那が天下をお風呂場に忘れて、子供がママこれ何って持ってきた時は絶句しました。卵だよとしか言えませんでした。あ、卵タイプのね。新しい天下だね、それは。俺はね、天下を使ってるのははっきり言ってにわかなのね。東京名器物語っていうのがもう20年来のベストセラーなんですけど、僕が出会ったのは東京名器物語に出会ったのいくつだったっけな、中学生の時だから中学3年生、中3、15歳だから16年か。じゃあ、15歳、17年売れてるはずなんですよ。東京名器物語を超えるオナホールはないですから。天下とかにわか。旦那さんに買ってあげてください、あんこさん、あんころさん。東京名器物語で検索してください。30代後半で1、3回すごいね。しかもなんかヘルメット、フルフェイスのヘルメットをかぶって思いっきり声を上げながらオナニーするとか、オナニーするときは窓を全開に開けて、そのタワーマンションで全力で叫びながらオナニーするとかね。なんかその千秋が話す方も面白いんだよ。その千秋が遠藤のオナニーは最、なんかもう最低だみたいなのも面白いの。東京名器物語ね。多分ね、アマゾンで売ってるはずなんだよ。ちょっと待って。東京名器物語。で、やっぱりね、オナニーマスターと対談するときに、東京名器物語っていうワードを出すと、意気投合すんの。お、知ってるね、みたいな。なんで、それどこで出会った？みたいな。いや、僕は、まあ、そこそこたしなむ程度ですけど、みたいな。やっぱ、オナニー界にもマウンティングってあるのよ。やっぱさ、通同士が会うとさ、情報のこう、マウンティングが始まるじゃん。だから俺はさらっとオナニーの話題が始まると、いや、僕、天が嫌いなんですよ、みたいな。東京名器物語かな？みたいなことを言うと、こう、おって、ざわってなるのね。そう。認めてもらえるから。ある？名器物語。これすごい。17歳ぐらいの時に買ったかんね。2350円か。あ、これ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 。これはすごいですよ。まだ売ってるかんね。これは本当レビュー、YouTube でレビューしたいんだけどね。名前がいいよね。東京名器物語だよ。素晴らしいネーミングだよ。摩擦係数でざわつきそうとか言って。新素材から生まれたバーチャルホール。いや、素材はね、素材、いや、まあ、定番じゃ定番なんだけど、素材は。多分、17年前からパッケージが変わってないから、多分その当時からずっと新感覚とか超肉感とかずっと言ってんだろうね。
なんだろうな。使ってみないと分かんないし、女性には全く理解できない世界だから。俺の感想ね。俺が初めて中3の時に出会った時に、の一言目が、使った感想ね。この子と結婚するって決めた。ね。この子と結婚する。もう君以外いらないっていう。天下はダメ。天下って簡単に言うとスポンジなんだよ、中。で、ザラザラ感を楽しむみたいなこと書いてあるんだけど、天下はダメだね。ガキ使で遠藤尾行するやつき、街のいろんなところで自分の乳首を刺激するやつ。あのシリーズの構成作家いいっすよね。俺、田中がやさぐれるやつのシリーズも結構良かったと思ってて。多分あれ、構成作家一緒なんですよ。遠藤尾行するとか、やさぐれる田中のシリーズとか、カメラワークとか見るとわかるんですよ。あのシリーズは構成作家うまいっすね。で、田中がなんであれが良かったかというと、田中って役者もできるから、憑依型芸人なんですよ。キャラクターを憑依させるタイプの芸人っていて、で、それになりきるタイプだから、あのやさぐれ感をできるのは、田中しかいないんですよね。田中たまにヒット飛ばすんだよな。田中面白い時面白いんだよな。ただ、そのエンジンかかるまでとスイッチと役割が難しいんですよね、あのタイプって。天下より気持ちいいっつうか、厳密に言うと俺は天下は嫌いなんだよね。天下、ルイ・ヴィトンみたいな感じ、天下って。なんて言えばいいんだろう。ヴィトン持ってりゃいいんでしょみたいな。俺、ヴィトン嫌いなんだよね。ヴィトン持ってる人、ヴィトン持ってるだけでちょっと引いちゃうっていうか、わかるかな、この感覚って。ヴィトン嫌いだね。ヴィトンの財布使ってるやつですげえと思うやつ出会ったことない。超偏見だよね。絶対偏見なんだけど、もう財布がヴィトンだった時点で俺結構萎えちゃうね。エピも許さない。エピだっけ、タイガとかだったら、まあヴィトンのタイガでも、まあヴィトンダメなんだよな。ごめんね、ヴィトン使ってる人いっぱいいるよね、この中にね。100人いるぐらいだから。3人ぐらい傷つけたよね、今。3人ぐらい敵いましたよね。閲覧3減ったはずだもん。使い切りっていうか、まず、ヴィトンって革がすごいダメなんですよ。まず、素材として。だから、ヴィトンってさ、糸が出てくるでしょ、使ってると。で、まずクソダサいし、で、ヴィトンの財布って高いじゃん。だけど、財布の中身がないイメージの、ヴィトン使ってる人って。ヴィトンの財布使ってる人って。中身すっからかんで、側だけ綺麗なタイプっつうか、見え張るタイプみたいな。俺はしっくりこないの。ヴィトンよりも安くていいものっていっぱいあるのになぜヴィトンなんだっていう。あとは感覚的に、あ、ヴィトンだっていう。この人合わないなって思って財布見ると、あ、ヴィトンだって。でも、ヴィトンの財布って使ってる人があんま見なくなったね。昔いっぱいいたよね。もっと若い頃いっぱいいたのに、最近ヴィトン見ないね。テミさんこんばんは。バカありがとう。最近ヴィトン見ないな。プラダは、バッグはプラダありだけど、財布でプラダはないかな。ありだけど、プラダ別に悪くないけど、プラダはバッグが可愛いね。プラダの財布。男でプラダの財布だったらかっこいいかもな、ちょっと。なつしさんこんばんは。まあ、プラダ嫌いじゃないかもしれない、そこまで。いや、嫌な気はしない。嫌な気はしない。ただ、
うわーとはなんない、かっけーとかはなんないね。初見さんいらっしゃい、伝説のたぬきさんいらっしゃい。個人的に高級車ベンツって感覚好きじゃない。でもね、ベンツか、いや、高級車ベンツって言ってもね、だからヴィトンに近いものあるよね。これは YouTube とステッカー販売と、まあ配信関係の収入ばっかりだね。だからまあ、ふわっちの収入以外にもあるけど、まあ、配信の活動で得てる収入だと思ってもらって構わないですよ。まあ、全然稼げてないけどね。メインの収入はふわっち。仮想通貨で死んでた。ああ、この前ね、下げたからね。まあ、だいぶ首つったんじゃないかな。まあ、仮想通貨にあんまハマる感覚がわかんないんだよな。まあ、儲けてる人もね、その陰でいっぱいいるだろうから。億り人っていうんでしょ？仮想通貨で億万長者になった人のこと。でももう今更っていう感じはあるけどな。もう4、5年前にこれから来るって聞いてたから、なんか、今はもうチャンスないと思ってるね。いや、今までのなんかこう、伸び率みたいなものはないっていうか、仕掛けが終わってた人、3、4年前に仕掛けが終わってた人は伸びてるって感じがするけど。なんかこれから来るような感じでもないような気がする。ああ、そうなんだ。なんかテレビでもね、なんかたった1日かなんかで300万元手に借金して、で、1600万の赤字出した人が、なんかニュースになってたらしいね。まあ、素人が首突っ込むもんじゃねえよな。あれは投機だから。終わりっていうか、まあもうバブルのピークだったんだろうね。250万ぐらいが、どうなんだろうな。別にまだまだ伸びるのかもしれないけど、なんか初期の頃の爆発的な伸びはもうないんじゃないかなと思ってる。100倍とかさ、どうなんだろう。っていうのも、こうテレビが取り上げ始めたってことは、もうビットコインとか仮想通貨っていう言葉を知らない人はいなくなったんですよ。言葉を知らない人は。で、言葉を知っているのに参加しない、儲かるのに参加しないっていう、知ってるのに参加しないっていうことはダメだと思ってるの。で、俺はね、J コインっていうのに今注目してるんだけど、実は。もうこれから参入してくる人っていうのは信用だけなんだよ。だから、もし仮想通貨が便利なもので、もっともっと使われるようになるようなものだったら、今度大手銀行とか国とかが担保にしてるものをやった方がいいんじゃないかなっていうのが俺の感想だから。だからまあ、J コインは、こう、市場を取るような気はするんだけど。通貨発行権が成功した事例を俺は見たことがない。知ったかぶって語ってるって、どこをどう聞いてそう思ったの？知ってることを語ったら悪いことなんですか？あなたは何をもとに何かを語るんですか？あなた聞きに来たんですよね、トニーさん。何か知ったかぶってます？僕。今話したことで。なんか決めつけで聞いてませんか？答えてください。あなたが僕に投げかけた言葉なんで、最後まで答えてください。僕が何を知ったかぶって語ったんですか？答えてください。マスコミが持ち上げて、新規が、投入された瞬間大暴落。新規、まあ、パイは取り尽くしたんじゃないかな。
現金の価値がなくなるのを危惧して他国が規制し始めてる。現金の価値がなくなる。どうなんだろう。俺はビットコインは最後に馬場引くやつが損するっていうだけのなんかシンプルな仕組み、馬場抜きみたいな仕組みだと思ってるから。だからゲームがずっと続けば続くほど値段が上がるだけでしょうっていう、参加者が多くなってって。だからネズミ講、新化したネズミ講と一緒で、ビットコイン儲かるよ儲かるよってバズすればバズするほど、やってるやつが儲かる仕組みだから、やってる人はいいよいいよっていう仕組みだから、面白いなとは思うよね。今年でっていうか、もう去年だと思うけどな、俺は。どうなんだろう。値段は上がり続けるようなうまい仕組みは取ってるからね。錦織さんって誰？まあ俺やってないから関係ないもん。傍から見てるのが一番面白いね。なんかビットコインとかのなんかこう参加ためらう理由が、その情報の財産っていうか無形資産を一切蓄積しないところが怖いなと思ってて、要は職業になり得ないじゃねえかっていう怖さがあるんだよな、自分の中で。これを続けたところで5年後されたら自分のスキルとして役に立たないから、ギャンブルと一緒で一発逆転あるかもしれないんだけど、そう、一生のめり込むことにならねえんじゃねえかみたいな怖さがある、自分の中で。それって結局さ、時間を無駄にしちゃう行為だから。いや、別に楽しければ参加するのはありだと思うけどね。趣味程度っていうか、儲かりゃいいやって。でもその儲かりゃいいやってやってるほど暇じゃないからさ、羨ましいよね。資産っつっても生主なんか資産なんか持ってないよ。大したことないでしょ。
ああ、釣りいいね。釣りいいね。どうしよっかな。明日ジムだけど今日行こうかな。今日トレーニングした方がいいかな。明日企画なんだよね。俺釣りセンスないんだよね。ああ、いいね、いいね。そういう生活いいね。スローライフ的なね。畑持ってるっていいよな。なんかじいさんが畑やりたがるの分かるもん。すげえ羨ましいね。そういう生活いいよな。まあ売ってるもの買った方が安いんだろうけどな。野良猫かわいいよね。あれはどっから繁殖してんだろうね、野良猫って。もともと飼い猫を捨てられてたのかな。野良猫かわいいよね。野良猫飼ってる人近所にもいっぱいいるよ。いや、俺去勢反対派なんだけど。なんか飼い主の勝手な都合で去勢したらかわいそうじゃない？金玉取らないであげてほしいよ。だってみんなも金玉取られたら嫌でしょ。なんだよ、詐欺容疑の前科があったら何なんだよ。詐欺容疑の前科があったら何なんだよ。前科者は配信やっちゃいけないの？パトカーさん。前科者はやっちゃいけないの？増えるから、増えたっていいじゃん、猫。増えたらダメなの？
増えたらダメだっていうのが人間の考え方じゃん。別に増えていいじゃん。面倒見れるっていうか別に、何？自分のペットでってこと？自分のペットが増えるってこと？家で飼ってて増えることなんかなくない？家で飼ってて勝手に増えることなんかあんの？創造妊娠で増えんの？それイエス・キリストみたいじゃない？なんかマリアみたいな。授かるの勝手に。それだったら嫌だけど、別に家で飼ってる分には授からないでしょ。あ、ありがとうございます。花火ありがとう。本番前少し汗流した方がいいですね、ストレッチも。あ、マジか。じゃあまあ明日ちょっと軽く汗流す。え、明日っていうか今日ってこと？本番前。明日の1時間ぐらい前とか、いや、ロードワークとか軽くシャドウとかやろうと思ってるけど、今日がっつり汗流した方がいいのかな？ストレッチとか今日まあ入念にやっておくけど、今日はトレーニング激しくやんない方がいいよね。ジム行かない方が。いや、なんか自分がされたら嫌なことを動物とか物として扱ってるからそういうことができると思ってて、去勢とかあんまよくわかんない。怖い。チンコ切られたら嫌だもん、俺。チンコ切られたくない。銭湯行こうかな。銭湯で体ほぐしてこようかな。いや、金玉取られたくないでしょ。自分の金玉取られたくないもん。かわいそうじゃん。いや、オスもかわいそうでしょ、金玉取られたら。なんでオスの金玉取るのはよくてメスはかわいそうってどういう論理だよ。おはよう、ビリー。バカありがとう。おはよう。今日練習。いや、だから今日行こうかどうか迷ってんの。行った方がいいか。明日ほら、20日、何時からだっけ？夜の8時から、あれがあるから。原田さんの企画があるから、今日行こうか迷ってんだよね。
どうしようかなと思って。まあ、喜んで手術する人はいないわな。金かかるからな。スパーリングはやらないらしいよ。スパはないでしょ、多分。風船ありがとう、カズ。どうなんだろう。てか何だろうね、のんちゃんはもう来ないのかな。スパももう少ししたらのんたんとやる。いや、のんちゃん出てったから。のんちゃんはもう音信不通だから。それどころじゃない。スパーリングどころじゃないよ。花火10発でも1ヶ月やったらバカにならんな。でも配信やるのはおすすめしないかな、あんまり。食えないよ。花火ください。 食えないです。お願いします。アメン。いつものこと？どうなんだろうね。いつものことだといいんだけど。のりこどうした？フェラしてっつってフェラしてくんなかったから出てけって言った。 そしたら本当に出てった。 もう要約するとそんな感じだね。のんちゃんがフェラしてくんなくて機嫌悪くなったから出てけっつったら本当に出てくった。 帰ってこなくなっちゃった。参ったね。お前は相変わらずのゴミくず。ゴミ、いや、だってフェラしてもらいたいでしょ。なんでフェラをお願いするとゴミなの？別にゴミじゃないでしょ。私はしない。マナー違反だよ。マナーは守ろう。フェラも知らん、フェラっていう言葉を知らなかったら俺の放送ついてこれないでしょ、ルナちゃん。大人になったからおいで。ないよね。
のんたん迎えに行くっつってもね、実家だからね、まあ、一人暮らしとかだったら行けるだろうけど、さすがに実家に乗り込むわけにいかないからね。まあいいんだよ。あ、のりこはもういなくなったかもしれない。帰ってこないかもしれない。前一回行ったやん。いいの。いいの。いやー、めんどくさい。待たせておけばいい、そんなのは。そんなのは待たせておけばいい。忙しいんだよ、俺は。ねえ、なんか1月はなんだろうね、絶不調だよね、みんな。なんだろうね、収入みんなアイラぐらいじゃん、絶好調なの。テルもね、飛んでないし、クラインも飛んでないし、俺も飛んでないし、ドレさんも飛んでないし、もう飽きたんじゃないの、みんな。まあ、1月は金かかるって言うしな、いろいろと。シルバー作りながら迎えに行きません。詐欺配信って何？何が詐欺配信の？大きいとこ？いや、昔からあんま変わってないよ、配信会。ああ、まあ悲しいよな、カズな。そう、大手の悪口言ってるやつか、ホスト系が稼いでるって。まあそれが現実だよ。そんなん昔から変わってねえよ、配信会なんか。もうそれが現実だよ。いやもう俺悪口嫌いだしさ、ホストでもないしさ、ねえ、サブカルクソ野郎だから。まあ、サブカルクソ野郎が食えてる方がおかしいわな。やりたいことばっかやってんだもんな。まあまあ、でも支えてくれる人を見つけるゲームだから、これは。頑張るしかないんだよ。
スポンサーさん見つけていいってなんぼだから。番組維持していくためにはやっぱスポンサーありきだからね。YouTube はいいよな。そのただで見てもらっても広告入れられるからね。ただの人からもお金取れるからね。いや、今ね、Wi-Fi 持ってないから歩き配信できないんだよ。Wi-Fi 契約しないと。YouTube 厳しくなったっていうか、もうなんか雑魚 YouTuber を排除したね、完全に。チャンネル登録1000人以下はダメ。あと、年間の総再生数が4000時間再生されてないとダメっていう。外配信ね、やりたいよね。いや、雨で歩き配信とか超地獄だよ、あれ。足痛いし。山手配信も、だってみんな2日に分けてやったりしてんじゃん、なんだかんだ。1日でやるんだよ、俺、ノンストップで。まあ、橋本くんとかはもっとすごいけど。辛いぜ。車の免許はいらないかな。必要だと思ったことは人生で一回もない。車は多分取らないと思うよ。あれよかったね、アグークローね。あれは生で見たらもっと感動するよ。すごいよ、あれ。アグークロー。これは、うなちゃんマンの声が出る機械だね。うなちゃんマンパーツ。ボタンを押すとうなの声が出るんだよね。のんたんが家から出れないでしょ。引きこもりなんだから。いや、あれ2万ぐらいするよ。2万ぐらい。めちゃめちゃうまい、ロブスター、レッドロブスター。あれはテルトうんまーっつったもん。あれはやばかった。まあ、俺ら配信者にとって一番稼げる場所はフワッチでしょ。本当にいいサービスだよ。フワッチなかったら食えてないもん。投げ銭システム導入してもらえた、ねえ、まあ、初めてのサイトだから本当ありがてえよな。本当にありがたい。
ああ、思い出したわ。沖縄ですか？いや、レッドロブスター日本全国にあったんだよ、バブルの頃。ファミレスでいっぱいあったのが潰れちゃったんだよ。今でもレッドロブスターで検索したら CM とかやってたんだよ、レッドロブスターって。ファミレスだよ、あれ。もとも高級ファミレスみたいな。今なくなっちゃったんだよ、もう。みんな金なくなったから。レッドロブスター見るとレアだもんね。東京にもあるよ。レッドロブスターで検索してごらん。そっか、カズは世代的にレッドロブスターの CM とか見たことないのか。トゥルテテテテテテテルテルテルテテテルテテテル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 テ。いや、本当にそうだよね。レッドロブスター知らないか。まあ、ザリガニだからね、ロブスターってね。ロブスターって知ってる？あれ、無限に生きることができる生物なんだよ。ロブスターって、脱皮をするときに内臓とかも脱皮するから永久期間なの。だから誰かに捕食されるか、脱皮が失敗するかっていう自己的な死に方しかないんだよ。ほぼ永久的に生きることができるっていう珍しい生物。食い放題ではないよ、レッドロブスターは。え、ロブスター食い放題あんの？そんなめちゃめちゃ食いたいんだけど、いくらでも食えるんだけど。ウワッチなかったらナマポのままだったろうね。まあ、タラレバの理論は意味ないけど。まあ、だって、まあ、あの時は別に働いてね、なんとかしようと思ってたから、バイトとかもしてたけど、まあまあ、難しかったろうな、あの状況だと。だから、ちょうど、もう、生活できないから働くわって言って働き始めて、で、ね、ふわっちも始めてて、そういう流れだもんな。いや、それで研究進んでんだよ。レトロブスター流行りましたよね、昔。手頃のオフ会配信してほしいんだったらするけど、なんで？してほしい？捨て頃オフ。でも、オフ会じゃねえかんな。オフ会っていうのは、オフに合うからオフ会なんだけど。配信いる？オフ会。やってもいいよ、別に。俺はどっちでも構わない。バカプレゼントありがとう。アイテムありがとうございます。やる？まあ、やってるところ見るのも勉強になるんじゃないの？リスナーとしては。まあ、何の勉強か意味が分かんないけど。もし希望があれば全然。ああ、いいよいいよ。じゃあ30分とかやってみてもいいよ、全然。いいよ。やろうやろう。あんまり長いことやってると放置になるから。やろうか。まあ、その代わり映らないようにマスクとか準備してよ。自己防衛で。
フルフェイスのヘルメット面白いかもね。いいんじゃん。なんだあいつって。手頃壮行会。ああ、まあ5月にね、誕生日あるから、誕生日オフ会やってもいいんだろうけど、オフ会多分人集まんないと思うんだよね、今。オフ会行きたい人いないと思うから。オフ会、まあまあ、声が上がったら。壮行会ね、プレッシャーかかるだけなんじゃないの。まあ毎日放送で会えてるから、今更生で会ったところ何にもないでしょプレッシャーね。まあ明日だよね、とにかく。もうとりあえず2週間ジムに通ってどうなったのかを見せるっていうのは明日だから、結構楽しみでしょ、みんなは。俺は楽しみされてると思ってるんだけど、楽しみではない？俺が勝手にプレッシャーに感じてるだけなのかな。ロブスター先輩と食ってる時に子供が生まれた。へえ、ロブスター美味しいって言ってたら、ああっつって、オンギャーオンギャーっつって。すごいね。飯食ってる時に子供生まれたんだ。楽しみでか。ピングさんこんばんは。でしょ？どんだけ進化したのかっていうかね、どれくらい動けるようになったのか。俺も結構プレッシャー感じてるよ、明日の放送は。いや、リスナーからのプレッシャーを感じてるわけじゃなくて、やっぱりドレさんとか、ずっと辰彦とドレさんは俺のこと見てるわけだから、アメリカ人とかも技術を知ってるわけじゃん、どれくらいのレベルにいるのかって。で、格闘技って本当に練習してくると急にファイトスタイル変わったりするのよ。あれ、上手くなってるみたいな。だからそれで自分が強くなってるかどうかって確認できるの。毎日毎日やってても、うまくなってると思い込んでる時があるのよ、勝手に。で、実際スパーリングやってみたら逆に弱くなってるとかもあるのね、間違った練習してると。だからそれ不安じゃん、やっぱり。ああ、夏井さんバカありがとう。あ、明日はがっつりさ、多分人も集まるだろうし、閲覧ドカンと行くだろうしさ、まあみんなの期待値も上がるじゃん。あれって、今回勝てるかもって。だからやっぱりそういう空気を作っていきたいし。まあ、なんで感じるのってね、真剣にやってたらプレッシャー感じるでしょ。おお、さやちゃんいらっしゃい、こんばんは。わお、すごいね。メガホン100個ありがとう。ありがとう。メガホン、もし余ってる人、アイテム余ってる人いたらちょうだい。応援して。メガホンも大歓迎なんで。配信者ですからな、格闘技を見るので、こう、わだわさんを見に行くんやで。まあね。いいこと言うじゃん。
お、ナツさんメガホンありがとう。あ、でもね、最近ジャブの打ち方がよく分かってきたっていうか、その、単発のジャブは早かったんだけど、ダブルが早くなったかな、だいぶ。こうね、なんつうんだろう、スナップ効かせてポンポンってこう、弾いて飛ばせるやり方を覚えたから、うん。あ、全然全然。もう、余ってるのでいいですよ。こう、タンタンっていくのが早くなった。こう腕の、なんつうんだろう、バネの使い方っていうのかな。うん。あ、そうなんだよね。負けても美味しいのって俺だけなんだよね。でも負けたらダメだと思ってるけど。それはね、なんか不思議なキャラクターで、負けてもダメージが少ないキャラクターなんだよ。そう、負けが許されるキャラってなかなかいないんだよ。もう嫌だよ、こんな思いしながら配信とかやりたくないから、もうこれで引退ですよ。勝って引退。いや、だから春うららとか勝手にやめてほしいよね。勝手に春うらら的なポジションにされてもね。地味に冷静に考えてさ、ひきこもりの32歳で運動神経ゼロのやつとさ、イケイケのさ、26歳のテレチャンピンでよくやらせたよね。無理なマッチメイクだと思わない？今考えるとだよ。今考えると、俺もよくマッチメイク受けたよな、みたいな。冷静に考えてさ、めちゃめちゃなマッチメイクだもんね。体重差も全然違うし。まあ、1回戦テルトでよかったと思ってるけど。なんかでも面白かったのが、優勝してくださいとか言う人いるんだけどさ、トーナメント制じゃねえからみたいな 優勝とかねえからみたいな 勝たせる気なかったのかな。ようん、オファー来るときは相手はある程度わかるの？いや、もうわかるっつうか、バッチバチにこの人とやりますかっていう感じだよ。うん。むしろ、それでサインするかしないか。だから、その、サインするときにはもうわかってるよ、相手は。うん。俺らはね。わかんないふりしてるけど。もう、1ヶ月ぐらい前に決まってたよ、俺は。まあ、全員そうだと思うよ。じゃないとね、なんだかわかんないやつでやるなんて嫌でしょ。試合になんないでしょ。でも格闘技はね、実力差があんまりなくて、どっこいどっこいの方が見応えあるんだよね、実は。実力に差が開きすぎると面白くない。逆に素人同士でも弱い弱いで組むとね、意外と面白かったりするんだよね。もう強い人は瞬殺できるから、遊ばないからさ。ねえ、五分五分の方が面白いよね。だからクリリンとベジータ戦っても面白くないじゃん。でもクリリンとサイバイマンはドキドキするじゃん。わ かる？クリリンとなんかフリーザの部下とかさ。うん、そういう感じだよ。ヤムチャとクリリンとか、ちょっとドキドキするじゃん。ヤムチャワンチャンあるぞ、みたいな。
そういう感じ。やっぱそのどっちが勝つか負けるか分かんない試合の方が面白い。だからクモンリュウとテルなんかマッチメイクすげえうまいと思ったもん。すげえいい勝負になると思うから。クリリンとクリリンで、あ、やっぱ直樹兄さん足がっつり折れてるね。ツイッター見たら、がっつり折れてるわ。練習できてないねこれ。杖ついてるし、これ直樹兄さんのツイッターなんだけど、ダメだね。いや俺はテルでよかったと思ってるけどね。大怪我は、まあ分かんないよ。正直言うと、多分直樹兄さん体格でかいから、俺より身長がでかいってことは、パンチは重いはずなの。まあクリーンヒットしたら、本当に後遺症残ると思うよ。ハードパンチャー系だったら。パーンってこう、危ない倒れ方したら。まあまあ、死ぬ可能性あるからね。怪我人、まあ怪我は治るだろうけど。トレーニング軽く行ってこようかな。サンドバッグ軽く叩くぐらい。なんかコーストレーニング受けないで、今日ちょっとサンドバッグ端っこの方叩いててもいいですかって。いや、俺らだって命かけてるよ。下手くそかもしんないけど。俺らも命かけてるんだぜ。直樹兄さんに負けたらもう先ねえだろう。直樹兄さんに負けたら先、ね、ないと思うよ。もうそのファイターとしては。
飯食いながらはまだにわかだね。プロはね、トイレとね、お風呂にね、防水スピーカーを持ち込んで俺の放送をロムるらしいよ。病気だよ、病気。そうだな、カズのねえ、せっかくね祝い事だからね、カズの子供に勝利を見せてやんねえとパフェを作りに行かなければ、ほう、あ、防水スピーカーヘビーだね、さすが、いいね、さすがだわ。はいはい、いってらっしゃい。防水スピーカーを俺の放送を見るために買ってるやつは本物だよ。はい、ワード2、リュウホーです。ます、まあ明日の動き見てみてよ、みんなで。明日の俺の動きが結構まあ注目だと思うよ。注目。あ、ジップロック。まあ、風呂場で見てたら、まあ、本物っすね。そうだね。新入生だからね。新入生だよ。育ててよ、みんな、アンコロさんを。お、今川さんいらっしゃい。一眼レフ欲しいな、いいな。羨ましい。
一眼レフいいな。ああ、まあまあ、そうだね。ああ、やだな、明日マジで。マジでやだな。アメリカ人にボコられるんだよ。宣伝打ち禁止でーす。URL 自体禁止してるから NG ワードになってます。アメリカ人、まあ弱くないでしょ。マッハジムにもう1ヶ月ぐらい通ってるんだから。素人ではないでしょ。まあアメ人倒せないと、まあ厳しいだろうな。アメ人を攻略できないと、直樹兄さんは攻略できないだろうね。いや、ナーバスにもなるって。ナーバスにもなりますよ。人間だもの。直樹兄さん、ニコ生もともと有名だったんだけど、ツイキャスかな？ツイキャス。今日ね、シルバーアクセサリーの、部品壊れちゃって、ルーターっつってウィーンってやるやつの先端1300円で買ったんだよ。それがね、パキって折れちゃったの。で、今、X さんが修理、研いでくれてて、直してくれてて。今日はね、それがないとね、作れないの。でも、だいぶ進んだよ。だいぶ進んだかどうかね、見た目じゃわかんないかもしんないけど。手に取るのとね、全く全然違うんだよ、写真って。昨日だいぶ進んだね。で、X さんに手直してもらったんだけど、ここの部分とかがだいぶ変わったね。ちょっと見せようか。こう。なんかちょっといい感じというか、日本っぽいっていうかね。だいぶ良くなりましたよ。こう民族っぽいっていうか、こう柔らかさが出てきたね。輪郭が出てきたというか、こう生きてるでしょ。凹凸を結構がっつり出してるっていうか、ちょっと荒削りっぽくもしてるし、これが金属だとかなり面白いとは思うんだよね。エッジを効かせてるから。昨日これ結構仕上げてきたかな。こう
結構なんつうんだろう、手で作った感を出してるの。かわいいでしょ。ちょっとあれだわ、明日に備えて休むわ。滑らかな感じになってる。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。